おはようございます。高野くもです。最近、ネットフリックスの鬼滅の刃がまた新しい新編が始まっているので、そちらばっかりを見ていてですね、なかなか動画を更新していないんですけれども、まあ、元気に生きています。えということで、えー、コメント返しをしていきたいと思います。えー、ジャッキー・マクリンのマクリえー、アルトが熱いみたいなタイトルのね、マイ・ガール・シャールについて語った動画にいただいたコメントです。長谷川浩司さん、どうもありがとうございます、えー。ドナルド・バードはコルトへのラッシュライフにも後半で登場していますよね。初めて聞いた時は、あなた、今まで音を出さずにずっとそこにいたのって思いましたね。かっこわれ。 あのソロででドドドナルドバードは良いい仕事をししていますすおっしゃる通りですずっとあれですねあなたそこにいたのって感じコルトレーンの独演会だと思っていたらそこにいたんですねって <laughs>、まあ、プレスティッチだななんて思いますけど同じことがソウルジャンクションにも言えますよねレッドガーランドのねソウルジャンクションというタイトルのレコードにあるソウルジャンクションっていう、まあ、15分以上の長いブルースのナンバーなんですけどすごくあのブルージーなレッドガーランドの あのトリオのだと思う。 てたんですね、ピアノトリオがずっと綺麗に続くなぁと思っていたら8分過ぎたあたりからコルトリンがバラララーって入ってきてあああなたそこにいたんですねみたいなと参加されていたんですねって思いまして後半、まあ、コルトリにいいソロ繰り広げていますけれどもすごく今までレッドガーランドのですね綺麗なピアノに浸っていたところにバラララーっていきなりブーって入ってくるので一瞬ブーってびっくりしちゃいますけれどもねその一瞬ウってなってまた世界が変わるところがまた良かったりもすると思いますけれどもね、まあ、そういうい いる、まあ、から録音しちゃってああの、君もじゃあ参加してみたいな、そういう感じの応用なところが、プレスティッのいいところかもしれませんよね、あるいはあのまさに、いないと思わせて、後で登場してびっくりさせるという演出だったのかもしれませんけれども、ね <laughs> えー、長谷川浩二さん、どうもありがとうございます。えっと、もうい 長谷川浩司さんからコメント頂い,いてますね、えー、同じ動画なんですけどマクリーンのアルトの音はジャズ喫茶の大きなスピーカーで大音量で聞くとサブイボかっこ鳥肌が立つくらいヤバいですよねうんやばいんですよ僕はテナー拭きだけどもしもこんな音が自分にも出せるのならアルトに転向しても良いと思うくらい魅力的なサウンドですそうなんですよねマクリーンのそのガッツあふれるとか一生懸命熱気あふれるアルトサックスってやっぱりね じーんとくるんですよね。こうせっつくような感じもして、ちょっとこっちにね、迫ってくるんですよね。まあ、人によっては、ちょっとピッチがぶら下がってるということで、ちょっとピッチが悪い音程がちょっと、あのー、下がり気味なので、ちょっとき好きでないよ聞けらん、聞けてらんないよというようなことを言っていたジャズさんのマスターもいらっしゃったんですけれども、だって音程悪いじゃんって一言で切り捨てられたことありますからね、<laughs> まくりのことね。だけど そういう確かにね、まあ、それをも含めて素晴らしい表現者だと思うんですけれどもねそううまあ音程とか、ね、音色とかいろいろそういう楽器演奏する側からしてみれば一つのまあ 物差しみたいなのあると思うんですねちゃんと正しく演奏されているのかフォームが正しいかとかきちんとしたアンブシュアになっているかとかあのきちんとした運指をなされがなされているのかとか出てくる音の内容は音程が正しいか正しくないかっていう,ような、まあ、いくつかきちんとした物差しって ある人は、厳しい人は厳しいと思うんですよ。たくさん物差し持ちまくっていて、その物差しの基準にかなっていないと、それが理由で切り捨ててしまっていて、かまあ、技術的な物差しのフィルターを通して、もうそれで、そのフィルターが取らないものはダメってなっちゃう人もいるんですけれども、まあそれはそれで一つの聞き方で、私は別に何も言いませんけど、否定しませんけど、私だってね、あの、ロンカーターの音程悪い悪いなって言ったりもしていますけれどもね。だけど、 あの、それだけじゃないんですよね。逆にその、あの、ハンディキャップを、あのー、逆に長所に変えてしまう人たちもいっぱいいるわけですよね。ほら、例えば、ジャンゴ・ラインハルトもそうですし、あれ、ギター、あの人はね、ほら、やけどで、火事で、指くっついちゃって、少ない指の数で素晴らしいね、表現してますし、同じことは、ピアニストのホレス・パーランにも言えるじゃないですか。あの人も小児麻痺で、指がね、確か、 両方合わせて6本ぐらいいしか動か動ないんですよねだけどその中で独特なハーモニーと表現方法を、ね、あの彼にしかできない方法を編み出しているのでそのハンディキャップを武器にしてでその人にしかできない表現をできるってところもジャズの素晴らしいところだと私は思うんですけれどもね。まあ、もちちろん、ね、あのきちんきとした フォームだったりとか運指だったりとか音程だったりになるに越したことはないのかもしれませんけどこれから初めて楽器始める人はねだけどあのそういう本当個性の音楽だと思うのでジャズっていうのはそのいわゆる音楽教師からしてみればマイナスな側面であるところ かもしれないけれども、それを逆に活かして人々を感動させる表現を生み出すことができるのであれば、私は全然それで構わないと思うんですよね。逆にほらあの文章で言えば、その文法が綺麗で手に余波がきちんとなっていて、まきちんとした文法で、それで字がとても綺麗な文章が。 じゃあ人の心を打つ文章であるのかないのかってまたそれは別な次元だったりもしますからねだからあの文法的におかしな表現でもかえってそれが胸に迫ってくるような文章もあったりもしますしねだからその辺表現と技術っていうのはある程度はまあ 切り離せない部分もありますけれどもある程度はもう切り離して考えてしまった方が私はいいんじゃないかなと思います表現っていう大きなくくりがある中でその表現っていう大きなくくりの中の小さい円それよりは小さな円が私は技術だと思っているんですねだからあのその逆転は私ないと思うんですよあの技術っていう大きなくくりがあってその中に小さく表現があるんじゃなくて結局はあの小説にしてもあとはね あのジャズ音楽にしてもやっぱり大きなくくりと表現それが目的なわけなのでその表現を達成するために一手段としての技術っていうのが多分あるまあ一手段というか、まあ、大きなあの要素は占めると思うんですけれども技術っていうのはその表現括弧の中にあるあの小さな あのかっこが技術なんじゃないかなと私は思っていますねだから主脚逆転した聞き方をしている人はちょっとかわいそうだなと思っていますけどもねなんてことを考えさせていただきましたでございますえっ、ー、とジャッキー・マクリーンのまたマイガール・シャールにいただいているコメントなんですけれども、うんえー、サンジョルディさんからですね、えー、コメント返しありがとうございましたおっしゃる通りですウルター・デイビス・ジュニアもマクリーンとバードがほぼ同時に見出したらしいですね また、ドナルド・バードは、ファンキー・プロフェッサーなどと呼ばれたり、フエゴが代表作扱いされたりしていますが、ハード・バップ時代のバードももっと高く評価されるなといいなと思います。そうですね。えー、あ、サンジュエさん,うさんどうもありがとうございます。あのね、フエゴが私、確か一番最初に聞いたドナルド・バードだったんですけれども、あの、ほら、よく名盤として取り上げられますし、ジャケットも印象的でしたからね。まずいいあ、いいなと思ったのが、実は、 あのリーダーのバードじゃなくてジャッキー・マクリーンがいいなと思いましたね私の場合はね <laughs>、うんまあ、聞いてるうちにただちょっとベタで甘い最後の曲とかもね、まあ、どう感じるのか人それぞれ次第ですけど確か原田和則さんの本によると最後の「Amen」「アーメンっていう曲がかかった時はジャズ喫茶でもう大合唱になったと昔はっていうような 記述を読んだこ,とありますけどもこの辺までいっちゃうとちょっとね私からしてみると、うん、いまあもちろん良さも熱狂的な良さもあるんですけど分かりやすすぎてちょっと物足りないなっていうねストレートすぎるザーって感じはします個人的な好みからするとね <laughs>、うん、それよりはもうちょっとねあのバードもあれですねもうちょっと前の ハードパップの時期のドナルドバードの方が私は好きかなとは思いますけれどもねだから多分その壺の位置の違いなだけの話なんですけどもファンキー路線のドナルドバード好きな人の方がきっと多いとは思うんですけどもシャンジョルディさん的な壺あるいは私的な壺はそのフィエゴに至るちょっと前ぐらいのバードが。 なんかかっこいいと思っているタイプなのかもしれません。それで飛んで、時代は飛んでしまいまして、あの、ブラックバードとかね、ソウル路線に行ったドナルドバードも私は好きですね。特にブラックバード大好きですね。あとストリートレディーあたりは本当大好きでよく聴いています。気持ちよい音楽としてね。うん、で、もう一つ、えー、同じ動画にいただいているコメントですけど、J さん、えー、ああモダンジャズ、台風の目。 モーダルなマクリーンがいいですよね、まあ。J さんは割とモーダルなジャズが好きみたいですよね。ピアノトリオの要素としてもモーダルなものがいいと、どこかのコメントでお書きになられてたようにね。で、また、この独特な字と字の間がいいですね。あーの間に間が空いて、モダーンの間にまたちょっと間が空いて、ジャズまた間が空いて、台風の目また間が空いて、モーダルなマクリーンで、マクリーンいいですよね。 <laughs> この独特な、このまで見せるっていうところがなかなかいいですね。なんて思いましたでございますね。ということで、今回はですね、取り留めもなくいただいたコメントに反応させていただきました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。